はい、皆さんこんにちは。今日はですね、はるくんと一緒にチョコチョコチョコエッグを開けてみたいと思います。で、このチョコエッグ、普通だったらね、いつもなんかフィギュアとかのおもちゃがカプセルに入ってるんですけど、チョコエッグの中にカプセルが入ってておもちゃみたいな感じなんですけど、なんか今回はカラフルチョコが入ってるということで、ちょっとね、はるくんと一緒に食べてみたいと思います。まあ皆さんこれちょっと食べたことある人いますかね。珍しいですよね、チョコエッグの中にチョコを入れるっていうのは新しいはずだと思います。はい、じゃあ開けていきたいと思います。こんな感じかな。はい、見た目は普通のいつものチョコエッグですね。かわいい。あ、でもなんか音がめっちゃする。普通に出た。はい、こんな感じですね。かわいい、カラフルな、かわいい。グッブー、いった、なんか1個飛んできた。はるくはるく、お父さんがいっぱい、いっぱい食べたいよね。ということでさ、この前買ったスーファミで勝負しようやな。なんでやねん。ハルク、どうした？さっきも強かったのに。勝った。はい、ハルク負けで私勝ちました。もう帰る。グッグ。ポーカ。何が起こったハルクには。なんか変なことおっしゃるやん。じゃあこれでハルくん、チョコレート何個食べるか勝負だ。うん、おいえね。あ、投げられた。やったね、倒した。ああ、はい、勝った。注意。すげえじゃん。痛い、これ。いっぱい。よし、全勝。やったね。はい、じゃあいただきます。うん、おいしい。ガッカー、いけちゃう。いけ、ちょもうやだ、ちょっと。はい、今日はチョコチョコチョコエッグを、争ってスーファミ対決をハルくんと一緒にやってみました。やっぱスーファミ楽しいですね。まあファミコン世代じゃないんですけど楽しかったです。初めてかな、スーファミコン、ハルくん。まあということで今日はチョコチョコチョコエッグを食べてみたんですけど、皆さんもよかったらこれチョコレート好きな人買ってみてください。はい、で、このスーファミはお店にも普通に置いといて遊べるように開放しておくので、暇な人はよかったら来てみてください。ということで、また見てね。バイバーイ。